吉田勉です。今日は小山田桜台にやってまいりました。ちょうどこの前に、子供さん用の冒険遊び場があります。ずっとはるか昔は成瀬にあったんですが、今は市がいろいろと整備をして何か所かに作ったところの今一つです。今日はこの時間は子供さんがもう学校が始まっております。ちょうど学校目の前に学校がありますが、学校が始まっておりますので、この時間は子供さん方が見えませんが、学校が終わった時間あるいは週末ととても多くの皆さんが来てくれてるそうです。こちらの方に小屋がありまして、ずっと向こう側にちょうどこの市のこの公園の部分、ちょうどこの山田桜台は UR のこの住宅なんですが、その市のトイレがありまして、そちらのトイレが古くなっているという話を聞きました。その様子を私も見に来たわけです。その前から市の方に言っておりますが、残念ながら市の担当者の方は何にも返事をしてくれません。その間に催促をしているんですが、今日も返事がなかったんで、また時間に見に来たところです。確かに古い、あるいは整備が非常に、この残念ながら進んでないということで、どうした形がいいものかというふうに私も思っているところでもですし、関係者の皆さん方からはいろいろ声を聞いているところです。市の担当の皆さん方も心があればぜひ見に来てもらって、これをどういうふうにしていったらいいのかということを考えていただきたいと思います。冒険遊び場が目の前にありますから、何らかの施設は必要だというふうに思っております。吉田勉でした。終わります。